じゃあまずその主役の人参からやっていきましょう。はい。これをね千切りにしていきますね。はい。はい。でえっ、ー、とまず薄い輪切りをたくさん作ってください。はい。輪切りをまず作っていく。はい、そうです。ちょっと私は千切りすらあまりちょっとやった経験があんまりないので。はい。頑張って。はい。はい、<laughs> 以前うちのカフェに取材に来て。 手をチョンパしたことがあるんですよ映像の途中からねそうそうちょっと絆創膏が増えたというはいさっきの層の話じゃないですけど野菜切ろうとで柳井さん何の野菜かって大体わかるものですかわかるわけないじゃないですか上級プロでもそれは分かんないはいこんな感じで千切りを一本分ですね作っておいてくださいこれ先生スライサーでやっちゃってもいいんですかもちろんいいですよはい でえっ、ー、と沸騰したお湯の中にこの今切った人参を入れていきます。はい、はい。でえっ、ー、とさっと茹でてください。はい。人参はま春がシーズンということで。そうですね。はい。はい、春の人参を使っています。柔らかくて甘くて美味しいですよ。はい。はい。で本当ならねちょっと一分ぐらい。 茹でてほしいんですけれども、今ちょっと時間の関係で、あ, <っ S 1> あ、大丈夫です。もう使いませんね。はい。何が起こったんでしょう。<laughs> で、えっ、ー、と、茹で上がったら、このようにザルに取っておきましょうね。<ー>はい。やっぱり湯に通すと、色合いもね、ぐっと鮮やかになりますね。そ,すねそして、ちょっと食べやすくなりますからね、うん、このように。茹でておいてください。はい、はい。で、続きまして。 ちょっとこれは人参は置いといてですね。はい、えっと今日はねレーズン使っていきます。<ー>これをえっ、ー、とぬるま湯でいいですので、えー、ちょっとぬるま湯に一回入れてちょっとさらっと。おこれはどういう意味があるんですか。まあまあ、汚れを取るっていうこととあと少しお湯を通すことでふっくらと仕上がるんですね。これ、はいえー、今も食べてました。あもう、まあ、もうそのまんまでもいいですけどね。ちょっと今回は。 軽くお湯に通しましょう。食感も良くなるということで。そうですね。家にちょうどレーズンがないなというときは、あ、えっとね他のドライえっとドライフルーツでもいいですよ。えっとなんだっけえっとプルーンとかあとデーツっていうね美味しいあのドライフルーツもあるし、あと秋だったら干し柿もちょっとおすすめなんです。干したものがいいですね。そうですね。はい。で。 焼いていきましょう。うん、で、えっ、ー、と先ほど茹でた人参ですね。これボウルに移していきます。いいですね。人参がたくさん取れて。そうなんですよ。やっぱりね、ビタミンいっぱいですからね。<う>はい。他の栄養素としては人参どうですか。まあのベータカロテンが豊富ですね。美肌にすごくいいですよ。うん、それから人参が熱いうちに、えっ、ー、とこれ今日はね白あえの白。 が今日このカッテージチーズなんですよ。そうなんですよ。はい。またさ豆腐とかを使うイメージです。そうそうそうですよね。白和えといえばお豆腐とか、ごまなんかをね、使ったもの使いますけども、今日はこのチーズを使っていきます。はい。はい。カッテージチーズは熟成してないフレッシュなチーズですけど、他のチーズでも代用できますか。えっとねできたらこのえっとカッテージチーズがいいんですけどなかったらあの普通のえっと普通のっていうか。 ヨーグルト、ヨーグルトずっ切りしたものをね使ってもいいですね。<ー>それから先ほど湯通ししたレーズンですね入れていきます。はい、レーズンも入れていきます。はい。それからえっ、ー、と継な缶ですね汁気を切ったものを加えていきます。はい。はい。はい 関西で地震があったようですね。はい、最新の情報に注意するようにしてください。はい、それからオリーブオイルです。はい、これを加えていきます。今回小さじ1です。はい、オイルを加えるとですね。あの人参のベータカロテンの吸収が良くなるんですね。まだ塩コショウしますね。うん <laughs> 引っ込めないでください。<laughs> 今柳井さんが言わなかったらバレなかったで僕がこれを直したミスは。いやなんかねこ,このねボケと突っ込みがね視聴者の方なんかいいらしいですよ。あのボケてないんですけど<あ>一生懸命やってるんですけどね。そう,そうなんですね。そうだったんですね。勉強させていただいております。はい。は<ー>い <laughs> さあ最後は仕上げでしっかりと混ぜていく。はいしっかりあえてください。はい。これでねもう出来上がりなんですよ。 ツナ缶使いましたけど、<あ>他のものでもいいですかそうですね。あのささみをね、あの湯通ししたものをさいたものとかね、使ってもらってもいいですよ。よりちょっとヘルシーで、そうですね、高タンパク質でいいですね。うん、でツナ缶が入ることで、人参がねすごく食べやすくなりますからね。うん、人参が苦手な方でも食べやすいですよ。はい。はい、じゃあ盛り付けていきましょう。 やのまたさん、おいそうですね。チーズも白らえ。でも豆腐と違ってなんかしっかりした味付けになってそうな感じで。ああ、そうですね。コクがありそうですよ。ね、なんかお酒が欲しくなる。あ、そうですね。あの白ワインなんかね絶対合いますああ、おつまみにも。簡単ですしね。いいですね。それから今回ね、もうまあもちろんこれだけで食べてもらうのもいいですけど、おすすめのえっと食べ方があってですね。 今ちょうど桜の季節でね、お弁当を持ってお花見っていう方も多いと思うんですよ。そういうね、お弁当のおかずにこんな感じであ。あ綺麗。いいですね。彩ね。色取りもいいでしょう。うん。こんな感じで。これ作ったら結構保存はできるんですか。あ、そうですね。できますよ。冷蔵庫で四五日は大丈夫だと思います。はい。それからお寿司。あ、えっ、ー、とこれをちょっとね。はい。添えましょう。それからあとこういうね、パンに挟んで。 サンドイッチなんてね、ああしそう,うん、おすすめですよ。朝食にもいいですね。そうですね。もういいこと言いますね、長岡さん。<laughs> 自分で言うのもなんですけど、それほどでもなかったっ。あ、そう <laughs> ですか、はい。これも一種のいじりですね。<laughs> <laughs> いやいやいや。はい。はい、こんな感じで召し上がってみてください。はい、この後試食します。